こようかな。ほら、たまちゃんさ、うん、働いてないのにさ、お金、なんか美容師とか使わない方がいいよとかって、新富で言われてさ、一瞬喧嘩になりそうだったじゃん。うん。あの、本当はさ、色がないぐらいの長さが良くて、一回切ったじゃん、すごく短く。うん。でも伸びてきちゃったからって言ったらさ、うん、大事ないんだからさ、いいんじゃないの、そんなのやんなくてとか言ってたじゃん。うん、言ってたね。美容室代なんか、使わない方がとか言って。うん。でも本当に髪の毛切れたから切ってきていいもん。おしゃれで切るんじゃないもん。伸びちゃったから切るんだもん。いいんじゃない、男が切ると一緒だよ、だって。うん。でも相手が良くないと思うよ。働いてないくせにとかさ、うん、美容室行かないかとか。でも髪の毛伸びるなんてさ、働いてなかったら切ったっていいんじゃないの。うん。いや、だからさ、おしゃれでパーマかけますとかはさ、うん、やぶますればって思うけど、うん、長さ切るのはいいんじゃないの、切っても。うん。働いてねえじゃんとかじゃなくて。うん。っていうか逆に働いてなくても身だしなみするでしょ。した方がいいんじゃないの。うん。相方良くないよ。逆にね、いや、ねえ、白髪見て、分け目染めて2、3日じゃない、金曜、木曜日に染めたんだけど、見て、分け目見える、見える、見える、別に、大して目立ってないけど、え、分け目の白髪だよ、これね、あ、ちょっとあるぐらいからな、分からんけど、俺ほとんど、いや、その前に、ほとんどっていうか、たま、うん、よく行く前に木曜日にわざわざ染めたじゃない。うん、まあそうだね、金土日月か5日だよ、うん、なわけないよね。うん、確かに、まあ別に、まあそっか、早いっちゃ早いのか分からんけど、え、5日だよ、早いっちゃ早いってか、うん、うん、うまい、悪くなってないよ、全然。だってこう、早いっちゃ早いっていうか、5日じゃ、だって染めたら1ヶ月ぐらい普通持つから。うん、その染め子が悪いっていうこと言ってる、いや、わかんない、そうなのか、もうほら逆にその時には染まったんだけど、シャンプーで落ちちゃったのか、だから自分の髪質なのかは分からない、うん、どっちが悪いのかは、うん、髪質がすぐ落ちちゃう髪質なのか、染めてるものが良くないのか、うん、染めた時には染まったでしょ、見てくれたでしょ、うん、でも一発で落ちちゃうってある、うん、まだ1回しかやってないのよ、染めた後って、うん、1回